こんにちは、ヨッシーです。本日はですね、ちょっといつもと趣向が違うんですけれども、先日とある方から僕にギフトが届きました。それがですね、こちら、少し分かりづらいですが、こちらですね。お分かりいただけたでしょうか。お分かりいただけたでしょうかっていうとホラーみたいですけれども、ニッカポッカです。これはワークマンに売ってるらしいんですけど、ショートニッカ、ホワイトウルフ、白狼って書いてありますね。まあこのニッカっていろいろブランドがあるんですけど、トライチとかね、ブランドメーカーですかね、あるんですけど、まあそのメーカーによって形っていうのはあんまり変わらないようなんですよ。まあ素材が違かったりとかっていうところはあると思うんですけど、でこれすごいタイムリーだったんですよ。で何がタイムリーかというとですね、すいません、ね、なんか一人で盛り上がっちゃって、で僕がちょっと前、何日か前にパルコに行ったんですね。でパルコに行った時に 2G っていうお店があるんですよ。 2G って書いてあるお店なんですけど、そこにですね、メリコン通り の, ベアブリックとかですね、そういう木彫りのベアブリックに僕が一番上がったんですけど、そこにですね 2G って書いてあるトライチコラボのニッカポッカが置いてあったんですよ。あとなんかもうドカジャンみたいなとかね、なんかそういうの置いてあって、へーと思って見てたら、店員さんがそれなんか即完売で最近入ってきたんですよみたいなことをね、説明してくれたんですね。でよくある売り文句だなとは思って、へーみたいな感じだったんですけど、でこれトライチのものに 2G ってこう書いてあるんですけど、それで1万円ぐらいだったんですね。安いですよね、ボトムとしては。でそれってこれって形っていじってるんですかって聞いたら、形はいや一緒ですっていうことだったんですね。ってことはボディにロゴドンってことっすよね、みたいな。でこの店員さん履いててこれなんですけどみたいなね感じだったんですよ。別に、ね、否定する気は全くないんですけど、じゃあガチなやつ履きたいなって僕は思ったんですよ。ガチなニッカね、昔僕ファッションに取り入れようとして何度かチャレンジしたことがあってですね、ニッカポッカで。そんな気持ちになって帰ったんですよ。そしたらこれが届いていまして、このニッカ、すごくないですか。タイミングがね、もう神がかり的なんですよ。もうこれはすごいなと思いました。このニッカが届いてたんですね。でこれはハッハーンと、これ服を使った果たし状だなみたいな受け取り方だったんですよね。お前これを履きこなしてみろみたいな話なんだなということで僕は解釈しましたんで、今回ですねワークマンに行ってみたみたいなものをやりたいんですけど、その前にですね、ガチなワークウェア、もうニッカポッカってガチガチのワークウェアですから、それを使ったコーディネートを今回ですねやってみたいと思います。2本もらいまして、ショートニッカとロングニッカっていうのがあるんですよ。これ多分ね、そのやってる作業のやってる方々の身長によって分けてるだけなんじゃないかなっていうふうに思います。ニッカポッカってめちゃめちゃ太いんですよ。太いところからこうキュッてなってるんですけど、これってね、なんかそもそもその仕事やってる人になんでって聞いたことがあるんですけど、その人が言うにはですよ、なんかウィーンみたいなこう刃がついてて危ないものを職人さんたちって使ったりするじゃないですか。ウィーンみたいになってて、本当足に触れたら切れちゃうようなものとかあるじゃないですか。でなんかそういう危ないものが自分の足に当たる前にこう服に当たることで、おお危なかったってすぐ気づけるように太いっていうことをその人は言ってたんですね。でそれを聞いた時に、あ、なるほど、これも必要のある形なんだなというふうに思うと、もうなんか必要のある形、理由のある形っていう意味で言うと、軍物とかそういうものに近いのかなというふうに思ったんですね。なのでこのガチなワークウェア の定番というか、まあ本当に王道みたいな、だから例えばワークマンが出してるこれがかっこいいとか私服でも使えますっていうより、もっとオールドスクールなものですよね。このニッカポッカを履きこなせればもう他のワークウェア怖くないみたいなところあると思いますね。今回はですね、ガチなニッカポッカの私服への落とし方っていうのをですね、僕なりに噛み砕いてですね、この洋服を使って果たし状にこうちょっとね一撃を加えれるようなコーディネートをちょっと紹介したいと思いました。ではどうぞ。ではコーディネートになります。まずですね、ニッカポッカと聞いて僕が思うのはナンバーナインですね。ナンバーナインがコレクション で作っていました。それをかなり意識して、トップスはそのまんまナンバーナインのエンブレムスウェットで、靴は、ケネスコールというニューヨークのブランドの、革靴ですね。こういうバランスの、コレクションナンバーナインはやっていました。スタンダード機、それからビートニック、そういうコレクションのバランスを意識しました。
でこっちはもっと意識しました。スタンダード機のオーバーサイズの、ライダースとブーツっていうようなバランスを手持ちのアイテムでやってみたような形になります。ニッカがですねかなりボリュームがあるんで上先ほどのこの上着を脱いだコーディネートだとかなりタイトなものと合わせているんですが、オーバーサイズのものと合わせるときですね足元のバランスを気をつけながらやっていくと割となんとかなるんじゃないかなと思います。ちょっとねナンバーナインを意識してノスタルジックな気分になりました。でこちらですね、まあ、このニッカ自体がポリエステル素材だったのでポリエステルのトップス、ウモロのトップスの上にベクスのライダースを着ています。で足元はケネスコールのブーツですね。ナイロンのセットアップにレザーのジャケットレザーのブーツという形でナイロンとレザーという異素材だけど色を同じ、黒で統一しています。でこちら、キャピタルの鎌倉ジャケットですね。で足元は、ハラチグリップです。で靴下の中にちょっとインしたりしています。で本当に忍者っぽい感じになっています。でこういう風にですね下半身かハラチグリップとかを使ってかなり忍者っぽい感じにするとこれも合うんじゃないかなと思いました。でこのパンツ気に入ったので、ベクスドのレザージャケットの上にナイキのダウンベストを着ています。ここでも色を黒で統一しておりますが全身のバランスに気をつけております。内側をタイトに外側に着ているダウンジャケットをちょっとこうサイズ大きめにっていう感じで足首のところで締めているのでこれもクロップパンツの時と原理は同じなんですけどそこでキュッと絞るようなバランスの取り方でこのニッカのシルエットを調節しているというような形になります。いかがだったでしょうか。本日はですねガチのニッカポッカの履きこなし方の、ご紹介でした。ロングの方はかなり難しいなっていう風に感じました。ただワイドになっていれば上にギュッて上げてクロップとかできるんですけどお裾がかなり急激なテーパーしてるのでロングのニッカの方は結構コーディネートとしては幅が狭くなるかなと思いました。ショートの方がかなりいろいろな服装には合わせやすいというように感じました。皆さんにおかれましてはですねぜひマンネリ化してきたなとかですねワークとかテックとかまあカジュアルいろいろな系統なんかもうなんとなく一周したなと思ったらこういうマジのユニフォームをトライしてみるとかなりですねコーディネートに刺激がヒリヒリするコーディネートが生まれると思います。少しバランスを崩すとあちょっとやばいなとかねこういろいろ組み合わせて感じたんですけどラフなものとは結構相性が悪いなという印象ですね。パーカーとかだったらまあいいかもしれないんですけど例えばですけどまあスウェットとかですねまあちょっとここにちょっとボアのついてるやつを着るともうマジの現場の人になっちゃいますし結構ねコーディネート難しいなと思いました。こういうじゃじゃ馬なアイテムですね結構面白いのでたまにはトライしてみてはいかがでしょうか。ということで本日ですねガチなニッカポッカのコーディネート方法でした。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram やっておりますのでそちらもぜひよろしくお願いいたします。続けていくモチベーションになるのでぜひですねコメントいただいたりとか話してほしい内容がありましたらコメント欄にお願いします。失礼します。